はい、こんにちは、ともチャンネルです。正月のね、ゲオセール、かなり、また大物を購入してまいりました。大物といってもね、ただのハードです。古いゲームではないんですけども、購入してまいりました。ゲオでね、ちょうどね、本体2000円引きやってました。で、ゲオっていうのはね、なんかがついてなかったりすると割引があるんですよ。だから本体が例えば1万円だとして、そこから3000円引き、さらに今回のセールで2000円引きというような感じでね、ものすごいセールをやっていることがあります。で、その時に合わせて今回は買ってきました。はい、で、この袋の中身はというと、PS3 です。型番で言うと、CECH-4000B です。4000番台ですね。で、私これいくらで買ってきたかというと、払ったお金は4000、いくらだったっけ、4500円ちょっとですね。はい、そんなわけでね、これ見ていきたいと思います。で、これにはね、コントローラーが一つ付属していませんでした。で、一つっていうかね、一つも付属していませんでした。で、本体と、あと映像の AV ケーブル、あとはコンセント用、コンセントね、コンセントケーブルが一つ、それだけですね。だから、やるにはね、遊ぶにはコントローラーが必要だということです。はい。まずこれがコンセントケーブル、そしてこれが AV ケーブル。ただこのね、プレイステーション3この形は HDMI ケーブルが使えますので、これは実際使わないと思います。それと本体が、こんな感じで入ってました。それと、はい、説明書関係ですね。説明書関係は封が切られていない状態のまんまです。はい、まあ、これが一袋っていうのかな。はい、以上。あとは、段ボール1枚、はい、以上ですね。だからね、入っているものとすれば、このコントローラーね、コントローラーがないんですよ。あとは HDMI ケーブルもありません。で、ここに書いてあるのもない、これもない、これもない。要するに、何も入ってなかったということなんですけども、ただね、本体が、あ、ここに書いてあったね、本体9980円、そこから3558円の値引きがありまして、さらにそこから2000円引きということで、だいたい4500円ちょっと払って購入してきました。で、ここにも書いてある通り、ワイヤレスコントローラーデュアルショック3がない、不足ってことですね。で、あと傷の程度少ない、あとミニ USB ケーブル、このミニ USB ケーブルっていうのはコントローラーと本体をつなぐケーブルです。でね、これ傷は少ないということなので、まあ安心して買ってきたんですが、これものすごいホコリ的なもの、汚れ的なものがついているんですよ。だからちょっとあとでこれは引き上げないとダメかなっていう感じです。で、先ほどお店の方でね、この中も見せてもらったんですけども、ここ指でこう拭いたらホコリが見えるぐらいホコリがついてたんですよ。だからものすごいホコリだらけのところにあったっていうことで、ちょっとそれ心配なんですね。要するにこの
エアフローの中を通ってホコリがね、この中に入っているんじゃないかっていうのが一番の心配です。機械物はやっぱりホコリに弱いので、その辺がちょっと気になってますけどね。まあただこれ、まあ、多分動くでしょう。1週間のね保証がありますので、動かなかったら返品するっていうことはできますのでね、その辺は安心して購入してきました。はい。だからね、これ全体的には確かに傷ついてるね。この辺にね傷ついてるのと、この辺に傷があって、この辺にも傷あるからね、傷が目立たないだけで傷はついております。はい。でこの PS3 の結果はそのうち車の中でゲームをすると思いますので、それで、結果をご覧ください。でこれなんでわざわざね買ってきたか。で以前買った初期型の PS3 あるんですけども、消費電力が初期型 の PS3 は 180W 前後出るんですよ。で本体の出力、最大出力っていうかね、消費電力は 330W だな。要するに今私が持っているポータブル電源では全くじゃないんですけども、使えたとして1時間ちょっと使えるかどうかで、電力がねポンと上がった時に電源が落ちてしまう可能性があるという状態でゲームをするのはどうかと思いまして、これじゃ使えないなということで調べたところ、やっぱりね初期型以外のねプレイステーション 3PS3 はね消費電力が下がっているので、まあこの PS3 新しいやつ、それと真ん中に1個あったかな、全部ねどんどん消費電力下がっていますので、この最終的なやつ4000番台は 80W 前後ぐらいでね動作するということで、安心して遊べます。はい、最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おしまい。